ライブ 2D キューディズム SDK4UT 紹介と題しまして株式会社ライブ 2D 和田貴文様よりご講演をいただきますそれではよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたします株式会社ライブ 2D でございます、えー、今回はキューディズム SDK4UT のご紹介ということで、えー、セッションさせていただきますよろしくお願いいたします、えー、私 株式会社ライブ 2D 開発事業部キビズムグループ SDK チームサブリーダーをやっております和田と申します私ですね SDK の開発全般を担当しながら社内チームと連携して SDK の利用普及に努めておりますその他 SDK の利用ユーザー向けに SDK ワークショップというものを主催したりとかあとはキビズム製品全般のサポートとかあとは SNS 活用ですねとか キビズムエディターの方ですねこちらの開発にもほんの少し噛んでいますまあ基本的に広く浅くやってるって感じですねとなっておりますはい本日の講演はご覧の流れになっております今回はキビズム SDK4 Unity の紹介を中心にライブ 2D モデルを Unity で運用するまでのフローをご紹介いたします最後に最近出ましたねキビズムシリーズの最新バージョンであるキビズム5についても少しご紹介いたしますよろしくお願いいたします まずはじめにライブ e 2 d キュビズムとは何か簡単にご説明いたしますライブ e 2 d キュビズムは1枚の原画をもとにアニメーションを作成するツールとなっております大きな特徴としてはアニメーションをしたとしても描いた絵のタッチや塗りの質感などはそのまま保たれるところでございます ご覧の動画の通り大きく動いたとしても細かい描写とか質感とかそのまま保たれることがわかるかなと思いますこちら最近は多くの方に様々な利用シーンでシーンで利用,利用されておりますが主な利用シーンとしてはゲームはもちろんウェブのチャットボットとかサイネージなどでも利用されております昨今は皆さんご存知もっぱら VTuber などにも利用されております はい弊社プロダクトの Live2DKibism ですねこちらの製品展開について少しご紹介させていただければなと思いますまずは Kibism エディターというものですこちら名前の通り Live2D モデルを制作するツールとなっておりますこちらは原画を入力してモデリングアニメーション付けをして各プラットフォームで使用できるように編集出力するソフトウェアとなっております 次にキビズムビュアーーですが、こちらは2種類ありまして、4OW オリジナルワークフローと呼ばれるものですね。こちらと 4Unity がございます。今回この2つの違いについては詳細というか省略させていただきますが、キビズムビュアーーは組み込み用データをキビズム SDK 上でどんな風に移るかを確認することができるライブ 2D モデルを監修するためのソフトウェアとなっております。 これを使用して SDK 上でモデルがどのように表示されるか、どのようにモーションするかを確認することができまして、モーションのグループ化など SDK の動作の設定が可能です。次に Kibism SDK ですね。今回紹介するものです。k i ズ i s m SDK は Live2D モデルをウェブサイトやスマートフォンアプリ、ゲームやデジタルサイネージに組み込むための開発者向けのツールキットでございます。 画像は Unity で使用できる、今回紹介しますね、SDK4Unity となりますが、他にも様々なプラットフォームに対応しておりまして、どの SDK にも Live2D を表示させてアニメーションするための機能はすべて備わっております。種類についてはこちら、後ほどご紹介させていただきます。最後に k i b i m a e プラグインです。こちらは a d ビ b 社の After Effects で Live2D モデルを直接表示したり、モーションを扱うことができるプラグインです。 こちらも、えー、キビズム SDK と同じく組み込みデータを読み込んで使用します。連、まあ、番画像とか動画を使用することなく、えー、編集作業ができるのが利点でございます。まあ、A プラグインで Live2D を使って何かエフェクトをつけたいとか、えー、そういった方にはおすすめのソフトウェアとなっております。で、えー、これらのキビズム製品を使用して原画から Live2D モデルを制作して実際に利用するまでの制作工程は簡単にこのようになっております。 原画はもう既にあるものとして、まずは Photoshop など各パーツごとに原画の素材分けを行います。次に素材,した素材分けした PSD を Live2D キビズメイタ,、ね、ターにインポートした後、モデリング、アニメーション作業を行います。そのモデリング、アニメーション作業が終わり、モデルが完成したら、使用用途に応じて動画やキビズメ SDK 用にファイルを出力して、それぞれアプリとかで。 使用する流れになっております。今回 SDK4 インティの紹介ですので、オレンジで囲っている部分ですね、こちらが主に紹介する部分となります。はい、l i v 2 d はおかげさまでゲームタイトルでも、えー、多数採用されております。画像は、えー、採用の一例となりますが、s、え、e、ーセ,えー、セガ様とカラフルカラフルパレット様のプロジェクト世界ですね、カラフルステージや、えー、サム m ップ様のこの世界 このすばこの素晴らしい世界に祝福をファンタスティックデイズといったゲームアプリ内でもライブツーリが採用されておりますまたバンク・オブ・イノベーション様のメンメントモリでも採用されております採用されているゲームの中では特にホーム画面でのキャラクターのリッチな表現をする場合での利用や会話モードキャラクターのステータス画面とかカットインフェクトにて使用されております これらの採用事例につきましては、ぜひ Live2D 公式ホームページをご確認ください。それでは本題となりますが、まずは Live2D モデルの作成手順について簡単にご紹介いたします。はい、モデルの作成には原画の PSD を使用します。PSD は直接 Live2D キビズメイターにインポートできます。インポートされた PSD はそれぞれテクスチャーとして操作できるようになります。このテクスチャーに、えー このスライドの左側ですね左上に出ている頂点と線で構成された多角形の集合まあメッシュと呼ばれるものですねこちらを割り当ててアートメッシュと呼ばれるオブジェクトを作成しますいわゆるメッシュ割りという作業を行いますこのアートメッシュに割り当てた各頂点をそれぞれ動かすことによって画像を変形させて表情や動きを作ることができます また、ちょっとその下ですね、デフォーマーと呼ばれるオブジェクトがありまして、これは複数のアートメッシュをまとめて移動や変形をできるようにするものです。キビズムのデフォーマーには基本的に2種類あります。ワープデフォーマーと回転デフォーマー、この2種類があります。今表示されているのはこれがワープデフォーマーですね。このワープデフォーマーというのが、主に中のオブジェクトに対して面による変形を行いまして、奥行きのある動きをつけることができます。 でもう一つ回転デフォーマーですねこちらはスライドには載ってないんですけども主に中のオブジェクトの回転や拡縮をさせることができますそして動きを制御した AV にパラメータを設定してデフォーマーや頂点を動かしてメッシュを変形させてこのモデルのように左側のキーフォームを左向きの変形右側のキーフォームで右向きの変形をさせてそれぞれの形状を記憶させて動きをつけることができます これが、えー、モデリングの作業となります。そして次にアニメーションの作成ですね。えー、アニメーションの作成はモデリングですけどパラメータですね。こちらを動かして、えー、時間軸に対してキーフレームを入れていって一連のモデルの動きを作成する作業です。フェードもこの段階で、えー、設定することが可能です。まあ、こちら、えー、キーフレームアニメーションなのでただキーを入れて 行くだけでもアニメーションは作成できるんですけれどもより繊細な動きを表現したい場合はグラフエディターですねこちらがありますのでこちらを使用して細かい設定をすることが可能ですもちろんまあステップ度とかリニアなどカーブの保管方法も選択することが可能です はい、次に SDK で使用する前ですねモデリングとかアニメーション付けしたモデルをアプリケーションで動かしたい場合は直接専用ファイルで書き出してアプリケーションに組み込む形で使用することができますその際に利用する書き出し機能も軽くご紹介いたしますはい SDK で扱うモデルやモーションはキビズメイターで扱う CMO3 とか CN3 ファイルと呼ばれるまあキビズメイター専用で使える編集用形式があるんですけどもこちらそのままでは使えずに MOC3 ファイルと呼ばれるものですねこちらを書き出してえこれと一緒に PNG とか JSON 形式の組み込み用形式として専用に書き出したものをアプリケーションで使用します。 これらのファイルは直接、えー、キビズメーターから書き出せます。えー、例えばですね、先ほど言った、えー、MOC3 ファイルというものは、えー、モデルをアプリで使用するための実データとなります。で、この中に書いてあると、えー、っと、例えば、Motion3 ですね。Motion3.json とかは、えー、モーションを扱うためのデータが書かれているファイルとなっております。この組み込み用ファイルの利用フローについては、後ほどご説明いたします。 また、チップスとして、作成したアニメーションは MP4 とか MOV 形式として動画として出力できて、静止画連板の出力にも対応しております。SNS とかで宣伝する際や、簡単にアニメーションの見た目を共有したい場合などにも使用できます。はい、ここからは実際に Kibism SDK のご紹介と Kibism SDK4 Unity で制作した Live2D モデルをどのように利用するかをご紹介いたします。 まず先にキビズム SDK についてご紹介いたします。製品紹介でもご説明しましたがキビズム SDK はライブ 2D モデルを組み込むための、えー、開発者向けのツールキットでございます。キビズム SDK のランタイムアーキテクチャはご覧のようになっております。キビズム SDK はユーザーアプリケーションの下に位置しており アプリケーションから指定された Live2D モデルをオペ,オペレーティングシステムから提供されている API を使用して各ハードウェア上でモデルの表現を行いますアプリケーションのつなぎとしてはまあシンプルな構成となっているんじゃないかなと思います次にキビズム SDK の詳細を見ていきます キビズム SDK はキビズム SDK の基本的かつ最重要な処理を行う、ここだと左下ですね、左下のコアという部分と、アプリケーションから入力を取りまとめ、コアとデータの送受信を行って、モデルの表示を行うフレームワークスを右下ですね。で、ここにモーション管理とか、物連算、呼吸等などのコンポーネントがまとまっています。 そしてフレームワーク層を各環境ごとの使用法を取りまとめているサンプル層、これ一番上ですね。この3つから成り立っています。この構成は、Kibism SDK4 ネイティブとか Web といったまあネイティブ環境で取り扱う SDK の構成となりますが、今回ご紹介する SDK4Unity でも、これらがコンポーネントごとにまとまったような似通った構成となっております。 アプリにモデルを描画するまでのフローですが、きびづめ SDK のデータはきびづめエディターのデータをそのまま使うのではなく、まあ、先ほどご紹介しましたね、エディターから組み込み用書き出しを行い、編集用の情報など、不必要なデータを削ぎ落とした組み込み用データを使用します。組み込み用形式はきびづめエディターから書き出して出力された MOC3 ファイルだとか、 テクスチャの PNG ファイルとか、先ほどのモーションとかありましたね、JSON ファイルですね。こちらを KibismSDK で読み込んで利用します。この時、JSON のファイルのパースも個別に実装する必要はなくて、KibismSDK に標準実装されているコンポーネントで行います。また、SDK の対応プラットフォームですが、KibismSDK は言語ごとにネイティブ、Web、 この5種類用意しておりますネイティブはユニティからはそのようなプラットフォームに書き出すことができますゲーム群についてはですねソニーさんのプレイステーション5とかプレイステーション4ニンテンドーさんではニンテンドスイッチへ書き出すことができますで今までちょっと前だと3製品の展開ユニティとネイティブとウェブだけだったんですけども最近 Java とココスクレーターというものが出ました ココスクレーターに関しては中国製のゲームエンジンとなっております。はい、ライブ 2D モデルをゲームなどで扱う際には SDK4 で、SDK4Unity で使うことの利点ですね。こちらを KibizmSDK の側面からお話します。KibizmSDK4Unity は、Unity 側、少し扱えれば単純な動作で簡単に導入ができます。 SDK4Unity は Unity パッケージ形式で公開していますので Unity にそのままドラッグアンドドロップすることで導入できます次にアーキテクチャの部分でコア層、フレームワーク層、サンプル層といった分かれ方をしているとご説明しましたがこれらはコア層以外すべてソースコードを公開しておりまして GitHub にも弊社のリポジトリがございます これらはもちろんプロジェクトや利用シーンに合わせて自由にプログラマーや、えー、Unity デザイナーご自身でカスタマイズすることができます。それでは、えー、Unity でどのように Live2D モデルを導入するかご説明いたします。えー、SDK4Unity は Unity パッケージ形式で公開していますので SDK4Unity を Unity で扱えるようにするためにはもうそのまま、えー、SDK の Unity パッケージを Unity にドドラッグドロッグロプすするるだけでで導入できる形となっておりま SDK4Unity を導入したら次は制作した l i v e d モデルの導入ですがこれも SDK4Unity が入っているプロジェクト上にドラッグドロップするだけでインポートできますこちらは SDK4Unity にカスタマイズ可能な独自のアセットインポーターを用意しておりましてこちらで自動的に変換しています モデルをインポートするとモデルのプレハブが生成されます。これにはキビズメイーターで設定したものが全て反映されております。そのため、素直にこれをシーンにトラックドロップして配置したり、スクリプトからインスタンスするかだけで表示させることができます。まあ、基本的な機能を扱うだけならばコーディングなしで今まで,できるので、この作業はデザインの方でもまあできそうかなと思います。 また、SDK480 のカスタムインポーターには、ユーザーさんがさらに自由にカスタマイズできるフックがあります。これを利用することで、モデルのインポート時に任意の関数を読んだり、例えば色変えとか、ユーザーデータの付与とか、まあ、モーションにおけるとイベントですね、こちらの付与を行うことができます。スクリプト上でできることであれば、基本的にまあユーザーが自由に実装できる形となっております。このスライドでは、モデルのメッシュの色をインポート時に緑に変えてプレハブ化しています。 このカスタマイズのサンプルコードは SDK フォニティに直接付属しておりますまたインポートできるモデルについてですが最近では SDK フォニティで1つのモデルに使えるマスクの数が制限されていました現在の SDK フォニティの仕様としてマスク用テクスチャーを持ったオブジェクトが1つありましてその1つのマスク用テクスチャー に対して分割数を指定してマスクを配置している形になっております。でキビズムのマスクっていうのが RGBA それぞれ領域を使って生成しておりまして分割数の数のデフォルトは3なので1枚の分割は 4×4 で16枚 RGBA 領域それぞれ使っているのでこの4つで64枚配置できるようになっております。まあ、えっとユーザーさん側では分割線の数だけ2に変更することが可能です。 またデフォルトでは全てのモデルがこのマスク用テクスチャーを持ったオブジェクト1つを全て参照するようになっておりますただこの状態では画面上に例えば複数体モデルを表示する場合とかですねこちらだと分割数を増やすことで一応対応できるんですけれどもこの分割数を増えることによってマスク1つが使えるサイズが少なくなってしまうのでマスクの品質ですねが落ちてしまいますなのでモデルの表示がすごく落ちてしまうんですね なので、えーとまあ、それを上げるために、えー、マスク用のテクスチャを持つオブジェクトの中に、えー、またテクスチャを増やすようにしたっていうのが今回の、えー、機能の追加となっております。はいえー、とこれは、えー、今年リリースされた Gibbons の方 s d k 4ア t R6 で使用することができます。 また、レンダラーはすべて Unity の標準機能を使用しているため、アートメッシュ単位でマテリアルをカスタマイズすることが可能です。特にエディター上でアートメッシュに設定できるユーザーデータというものがございます。こちらは SDK で能動的に任意の処理を行うトリガーを引くことができる、まあ、印みたいなものですね。こちらの機能がございます。これと組み合わせることで、アセットインポーターからインポート時に特定のアートメッシュのマテリアルを変えるといったことも可能です。 これをまあうまく使いこなすことで交数削減にもつながるかなと思いますはいそして SDK4Unity にもキビズムで推奨する実行順というものがあります通常コンポーネントの実行順は基本 Unity 側が決めるんですけれども今回のキビズムのようにコンポーネントの実行順が重要な機能もあるため、まあ、順序が入れ替わってしまうとモデルで表現したいものが表現できず困ってしまうことがあります 例えば、えー、キビズムでは自然追従ですね何か物目線を追っかけるような自然追従とあとは髪の揺れとかを表現する物理演算ですねという機能があるんですけれどもこれを同時に機能を使う際には、まあ、自然追従によって頭部が動きその動きに対して髪の毛の揺れなどは、えー、物理演算によって揺れてほしい形になるかなと思いますしかしキビズムでは先に物理演算が処理されてしまうと自然追従で頭部が動いても髪が揺れなくなってしまうんですね よってキビズの SDK4Unity 独自に実行順を制御する機能を設けて Live2D モデルが Unity 上で正しい表現をするように管理しておりますまたユーザー独自で実装したコンポーネントを制御するようなインターフェースであるキビズのアップデート b ブルというものを用意しておりますのでそれをコンポーネントに継承実装して対応することができます でモ,ーションのモーション3 g スですねモーションはインポートのタイミングで Unity 標準のアニメーション形式であるアニメーショングリップに変換することができますそのため Unity のメカニウムで繊維を管理することも Unity 上のプレイアブル API で再生させることも可能ですまたキビズメーターでモーション設定できるイベントというものがございます これは Unity でもイベントと同様の機能であるアニメーションイベントという機能がありましてこれに変換されるんですねなのでモデルを直接変更することなくモーションの任意のタイミングから暗ーですねこのビックリマークとかエフェクトなどの追加の映像表現を呼び出したり効果音などの音声を再生させることも可能ですもちろんこちらはキビズメイディターをキビズメエター上で設定しなくても Unity 上で後付けすることも可能です そして s d k フ u n i t y の各機能についてですが Unity のコンポーネントとしてそれぞれ独立していますそのため SD のの SDK の機能の出社選択もですね任意の機能を Unity のビルトイン機能や他のミドルウェアなどに置き換えることも自由ですこのコンポーネントはステースマシンではなくシンプルにモーションを再生させるものとなっております 最後に SDK 上でも利用できる便利な機能はいくつかございますその一つに定算色スクリーン色がございますこちらはモデル単位パーツ単位アートメッシュ単位ごとにそれぞれ定算色やスクリーン色が上乗せできる機能となっております SDK4Unity はコンポーネントとして持っておりますのでこれを有効にして Unity のインスペクター上で色を変更することでモデルに適用できますもちろんスクリプトからでも操作可能となっております 部図ではこれの操作ができるサンプルアプリを展示しております。はい、以上で原画から Live2D モデルを製作して SDK4Ent でモデルを導入する手順となっております。最後にキ u b i s m の最新バージョンとしてリリースした Cubism5 についてご紹介いたします。 Kibizen5 にはさまざまな新機能の搭載や倒載の改善、UI の調整が行われておりますが、まずは AI を使用した顔の動きの自動生成の機能についてご紹介いたします。顔の動きの自動生成機能は正面を向いた顔の動きづけを半自動で行う機能となっております。えっと、所定のパーツをまとめて格納して、ダイアログで選択することによって、顔で使用するデフォーマの生成をすることができます。 その後、顔の自動生成を実行することによって、よくある顔の動きですね、これを簡単につけることが可能です。動きや変形レベルも GUI で調整できるので、特に人間の正面の顔に動き付けする場合は非常に便利な機能となっております。もちろんこの動きに関しては任意で調整も可能です。次に、モーションシンクについてご紹介いたします。 この講座では、えー、腕周りの応用モデリングについて解説しますはいこのような形ですね、えー、このれまで厳み積みにあったリップシンク機能を強化したものとなっておます肘や手首の回転だけでなく様々な動きやポーズが作れるように回転以外の動きを作成していきますはいといった形で、えー、強化されたこの機能は指定した音声データの、えー、時系列のこの情報ですね てユーザーがえー事前に設定した各後継層のえ対応情報をブレンドすることで,肘ことで、肘や手首の回転だけでなく、さまざまな動きやポーズが作れるように、回転以外の動きを作成していきます。はいえご紹介した機能以外にも、UI の改善、例えばダークテーマの対応とかですね。 あとは、これまでの機能の強化として、ブレンドシェイプ機能というのがあるんですが、こちらの機能の強化とか、メッシュの自動割りの精度の強化などが行われております。また、SDK については、SDK4 ネイティブにて、バルカンレンダーラーに対応しました。で、Unity では、モーションシンクプラグインというものがございます。こちらのプラグインと組み合わせて、先ほどのモーションシンクですね、こちらの機能に対応しております。 このきびずめエディター5.0ベータ版と SDK4E ティでのモーションシンク機能のデモについては弊社ブースにて展示しておりますのでご興味がありましたらぜひご覧いただければなと思いますはいそれではこれにて株式会社 Live2D でのセッションきびずめ SDK4E ティのご紹介を終了したいと思います何か質問がございましたらブースに私含む担当者が通用中しておりますので 機能や開発的な質問だけではなく SDK のライセンシングについてもご対応できます気軽にご質問いただければなと思いますはい、それではセッション終わりにしたいと思います皆様ご清聴ありがとうございました和田様ありがとうございました以上でセッション終了となります